染み渡る。え、待って、いけ。おはようございます。おはようございます。やばい、ちょっと寝坊あ、ごめんごめん。日上がった方、うん、気持ちいい。現在6時半かな。寝坊しちゃった。ねえ、本当は6時に起きる予定だったんだけどね。6時半に日の出なんだよね、うん、え、こっち側の景色もめっちゃいいじゃん。でも曇ってるから上がってないかな。うん、あの木めっちゃかっこよくない？あれ何？なんてやつ？何あれ？松だよ。確かに、めっちゃでかいね。日が出そうにないな。アメリカの西海岸っぽいんですよね、宮崎って。はいはいはい。キャンプ場が。だから白浜の方がいいと思います。なるほど。一応行ける日は、降水確率 70% なんですけど。ですか。そんな奇跡的なことあるんですか？その日だけなんですよ。そうなんですよね。でも結構遠いですよ。大丈夫です。それはもう、はい、せっかくなので、はい、頑張ります。宮崎のチキン南蛮とか絶対食べた。チキン南蛮、ね、チキン南蛮を食べてほしい。多分みんな行くのは小倉だと思う。小倉ですか。止めもしない、止めもしない。めっちゃ美味しそうチキン南蛮。いや、チキン南蛮はちょっと感動するレベル。僕もあの宮崎里帰りするときは必ず食べる。これ頼めばいいですか？このあ、そうですね。こんな、そうです、そうです。このタルタルがめっちゃ重そうじゃないですか？はい、はい、そんなことないです。タルタルいいですね、そういうのいいですね。オブラの見た目めっちゃいい感じなんだけど。老舗みたいな感じ。渋い。めっちゃいい。めっちゃ良くない？いいね。あの洋食屋さんなんで。いいですね。こういうの結構多いですよね。熊本も宮崎もなんか多いですね。多いような気がするんですけど。1位だったら1位大黒ラーメンですかね。あの、うん、クリームシチューの有田さんとか、はいはい、熊本出身なんですけど、はいはいはい、すごく家が近所みたいです。へえ、大黒ラーメン。敷地の数がやばいです。へえ、なんかすごい有名な方いっぱいいますよね、うん、熊本って。でもすごいですね。そういうの深いとこはいっぱいありますね面白かったね。面白かったね、朝から。今向こう側行った時の一番最初に出たテントの方がさ、うん、うちらの動画見てくれててさ、うん、今日もゼクー買ったところから見てくれてたの。で、めっちゃ話盛り上がってめっちゃ盛り上がった。今多分15分ぐらい喋ったじゃん。めっちゃ面白い人だった、うん、ちなみに向こう側は残念なことに雲がかかってて日は昇らなかったんだよね、うんうん、だからまあ寝坊してラッキーみたいな、ラッキーっていうか、うん、じゃんじゃんっていう感じあっち側が九十側、うん、で、こっちは阿蘇、うん、あっちはあっちでまたちょっと違ったけどね、山の感じとか。阿蘇側はずっと奥まで連なってる感じ、うん、奥行きがある感じが好きかもしんない。これ見ながら、コーヒー飲みながら焚き火するか。うん、なんか、うん、なんか車に近づいたらさ、うん、近づくだけで何回もさ、ミラーが開いたり閉じたり開いたり閉じたりって今してるの。そう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 、最新すぎてついていけない。なんか意味が分かんないトイレピーピーじゃない歩き方やばいやばい歩き方ピーヒャーの限界だったようです
間に合った間に合った、あ近くてよかった。ケン、大丈夫なの？かなり変だったよ。きつかった。なんかトイレめっちゃ綺麗じゃん。うん、綺麗。山の上にあってさ、結構木とかもさ周り入ってて、明らかに虫いそうなの。一匹もいない。しかも水も綺麗だしさ、うん、本当は熊本のコーヒー飲みたかったけど、全然どこに売ってるか分かんなくて、セブンオリジナルブレンド。うちの駅トータル3軒ぐらい回ったけどなくなかった。うん、昨日でもさ素敵なコーヒー屋さん教えてもらったからさ。あそうだ、あそうだ。なんかむずいぞセブンイレブンさん、何やってんのかな。なんかジュルジュル聞こえない。いや私も思ったさ、いないよねシマエナガ。エナガ、エナガって同じ鳴き声。どうする普通に。あ、シマエナガいますよ熊本に。珍しいんですか。はい、できました。ちゃんと入るかなこれ、むずいな。あ、いって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 、うまいうまい。これ量測ったっけ、うん、適当。待って、完全にシマエナガと同じ鳴き声聞こえるんだけど。いや、本当だ。いや、俺はもう確信してる、絶対いるシマエナガ。うん、ほら、全く同じ。昨日も聞こえたのさ。そう、うん、左奥にいる。ケイト、手袋。何これ、あれなんで。え、なんかもう朝だけでいいかも。あ、そう。なんか今しれっと言ったつまらんごと。これってなんか熊本人からしたらタブーみたいな感じ。怒られると思う。今のなしで。じゃあ。ああ。ああ、染み渡る。意外と道具少なくてもやっぱいけるね。全然いける。てかもっと少なくてもよかった。あの椅子もさ、多分収納したらすごい椅子の半分ぐらいとかのやつ結構あるじゃん。あるある。あれ買って次回はね、うん、テーブルこれで十分じゃん、うん、まあ、これ2つとかでもいいかも。これ2つあってもさ全然かさばんないじゃん。いや、いろいろ勉強になるな。うん、次はもっといけるな、コンパクトに。いけると思う。今回地味に結構配送料かかってるもんね。かなり予定よりもオーバーしてるね。まあ、でもそれでもフェリーで行くよりは安いけど。うん、まあ、やっぱ一番いいのはやっぱハイエースでさ寝床作っちゃってハイエースの中にで、荷物も最小限でっていうのはいいような気がするけどね。まあ、ハイエースでフェリーだったらめっちゃめっちゃお金かかんのかな。かかりそう、うん、さっき朝声かけてくれた人もさ熊本のことめっちゃ好きそうだったな。うん、宮崎出身って言ってたのにね。うん、ケン昨日一緒に露天風呂入ってたんでしょ、さりげなく。そう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 、ね、まさか
見ていただいてる方とは思わなかった。見られた。見られてないよ。見られてないって。まあ、あとさ、ゴンドシャロレの話もしたい。うんうん。前日が雨だった方が次の日雲海になる確率が高いんじゃないですかって言ってたんだよね。うんうん、今日の天気予報雨なんだよ、うん、午後雨で、で明日が晴れなんだよね、うん、コンディション的にはいいかもしれない。どうしよう、めっちゃやばい雲海見れちゃったら、ね、なんか阿蘇さもう最高すぎてさ、気分良すぎてさ、うん、全然なんか雨予報でも落ち込まないんだけど。あーへーって感じ、うん、雨なんだ。天気関係ないよ。私なんか正直さ、せっかく熊本のキャンプなのに雨降ったらもうマジでうちら本当に終わってんなと思ってたんだけどさ、うん、全然。でもさ、なんか来週1日だけ空いてる日あって、うん、その日に宮崎のキャンプ行きたいねって話してんだよね、うん、でそれさっきの人がさ、うん、宮崎出身って言ってたからさ、うん、やっぱりいいですか宮崎のキャンプって言ったらさ、晴れてたら絶対行った方がいいですよって言われたじゃん、うん、で降水確率 70% なんですけどって言ったら、さすがですねって言われて。吹いてたよね。でもやっぱ雨だったらわざわざ3時間かけて行く必要ないのかな、うん、迷いますね。俺らさ、付き合った時からさ、ずっと宮崎行こう、宮崎行こう言ってる。あの時はさ、もう西海岸みたいなさ、ハワイとか、うん、ああいうのにやっぱり憧れを持ってたから、ね、まあ、今も好きなんだけど、好きなんだけど、めっちゃ宮崎に憧れてたもんね、うん、なんかうちら、熊本とか宮崎とかへの憧れの持ち方さ、うん、なんか海外、なかなか行けない海外みたいな感覚じゃない、うん、なかなかやっぱ北海道からだとアクセスがね、うん、直行便とかないしね。宮崎空港あるの？全部あると思う、九州一個一個に。お風呂入る？入るか、うん、9時までだから、うん、本日朝ごはんこちらです。熊本高菜ラーメン、なんと4食も入っておりまして、極辛高菜もしくは油炒め高菜、どちらか選べます。そう、じゃあどっちにする？私辛い方かな。辛い方でいく。ケンは一人ずつ選べる。うん、油炒め高菜かな、うん、これフライパンでスープ用のお湯を沸かすんだけど、うん、鍋が1個しかないからね、うん、ギリギリ。すげえギリギリ。いや、メスティンね、あればよかったんだけど。確かにね、うん、これちょっと沸かします。ネギを切りますよ。昨日からネギしか切ってなくない。ちなみに朝風呂も最高でした。そうそうそう、もうやばい。朝風呂入ってきたんだよね今ね。ここ絶対もう一回来る。逆にさ、こんないいキャンプ場でさ、うん、まあ、平日だけどね、うん、空いてるじゃん、めっちゃ、うん、みんなどこ行ってるの本当に。それとも九州の人はさ、うん、うちらにとってはこの気温、5月とか6月ぐらいの気温だけどさ、寒いね、寒いのかな。昨日会った人がさ、まだまだたくさんいい場所ありますからって言ってなかった？ああ、じゃあもう全部レベル高いんだ。レベル高いんだよ。これ普通なんだ、もしかして。かもね。あー、お腹すいた。阿蘇を背景にして作る豚骨ラーメンが最高。贅沢すぎる。もう沸いてます。これ足りる？いつも思うけど、豚骨ラーメンってやっぱさ、小食だよね。絶対替え玉しないとさ。最悪4食食べてもいいよいいよね。あ、死ぬ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 。おお、うまくいった。かなです。ケン、これさ、うん、ケン、どっちにするとか言ってたけどさ、うん、一緒に入れちゃうからさ。ダメか、同じじゃない。ダメ。今回はこれにしようよ。ネギ、ボーンって入れます。うわうわうわ最
最高。伸びちゃったかな。だいぶ太いね、まあまあ、だいぶ太いよねちょっとやっぱ鍋2つないのはね結構きついね。そうだね。あこぼしちゃった。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。あ、熱々熱っ。伸びてるけどめっちゃうまい。うん。熱っ。うん、め。うま。あーうま。あーごま大事だ。ごまごまごま。こっちも入れていい？うん。どう？やっぱ今日雨降らないっぽい。曇りだ。雨予報だったのに。雲海だったらいいね、この曇りは。もやーんとした雲だったらダメだけど、今みたいな白い雲ならいけそうじゃない？いけそう？雲海見れそう。うん。これ以上標高が高いってこと？この雲の上に位置してるってことだよね。うん。めちゃくちゃいい日なんじゃない、もしかして。めっちゃ楽しみになってきた。今これ野焼きの状態じゃん、うん、1ヶ月ぐらいしたら新芽が育ってくる、うん、でここ一面緑になるんだけど、その画像を検索したんだよね、うん、やばかったね、うん、めっちゃ綺麗だった。来たいね、新芽の時期も。あ、北海道もそうだけどさ、うん、冬と夏に来ないとさ、うん、全部を知れない。確かに。北海道いつ行ったら一番いいですかってよく聞かれるけどさ、うん、冬と夏違いすぎてさ、うん、選べないじゃん、うん、九州もそうじゃない。次行きますか。到着です。丸宮ストア。雰囲気いいね。地元の人がお肉おいしいって言ってたから。お肉は丸宮さんって言ってた。え、待って、え、阿蘇にいた。え、やっていい？やっていい？光るやつだ、しかも。やっていい？やるか。うん。初めてじゃない、このガラガラやるの。ガチャガチャね。ガラガラってあのさ、あれだから当たりみたいなやつだから新鮮な。これね何歳よあんた。え、ガチャガチャって結構大人よ。 あなた何歳一個ハルピンさんにあげようかな。けどあのゴンドーシャロレのチェックインどんどん遅れてっちゃうからね。ん早くやれ、早くやんなさい、早くやんなさい。こんなのやろうがやらないが、分かった分かった。原価ビール1分、2分悩むのと分かった、早く、早く。待って待って、私これがいい、寄り添い島。やっ、寄り添い島だ。すげえ、寄り添い島出てきた。
え、当たり？寄り添い島だ。開けてみ。だってガラガラめっちゃ楽しいんだけど。めっちゃ可愛い。寄り添い島。引かんの？あ、いい。ゴンドシャロレに持ってこう。うん。また荷物増えたな。あ？もつ鍋でもいいの。もつ鍋にしよう。もつ鍋するか。うん。これ牛肉が豊富ですね。美味しそう。豊富だね。豊富。あれじゃん。やばやば、すごい。ここに止めるんだ。うわー、渋。昔何だったのこれ。病院だよ。病院なわけないじゃん。こんな山に。病院だよ。山に作んないでしょ。病院だって。自分の方が怖がりでしょ。剣でしょ絶対。剣さ、お化け屋敷で私のこと置いて走って逃げてったじゃん。富士急行った時。しかもさ、富士急のさ写真撮られるやつでさ、うん、私よりビビったかもしれない。いいから早く行こう。ゴンドシャロレもうついてんだから。行くぞ。うわ、渋。あ、こんにちは。すいません。こんにちは。ゴンドシャロレさんにこれ貼らせてもらえるってことで、ね、貼らせてもらいます。ありがとうございます。ここに貼るよ、うん、剣、うん、行くよ。うん、いいよ。あ、綺麗だ。うん、素晴らしい、いいね、素晴らしい、素晴らしい。その横に斉藤夫婦さんも貼れるしね。これちょっとスマホでも撮ろう。うわ、なんか泣けるな。また来たいな、ね、また来たい。うん、うわ、いいね。ありがとうございます。やんだ時に雲海が現れるって感じなんですか。いや、やんで、まあ明日の朝ですね。明日の朝出るとだいたい水分含んでた方が出るんで。へえ。で、今向こう側が見えないんですよ、涅槃像が。はいはいはい。一回こう、なんていうか、ゴミを落とすじゃないですけど、はい、落ちた方が綺麗に。天気悪いけん、阿蘇さんがこう見えてないんじゃないかと、うん、まあ、明日の朝晴れだけん、明日の朝は見えるんじゃないかと思います。7時ぐらいから晴れですよね、確か。はい、ですよね。あ、わかりました。まあ、でも見えなくてももう大丈夫です。はい。大丈夫です。もうね、曇ってても綺麗だもん。はい、マジ？やば。めっちゃかっこいい。うわー、マジか。めっちゃかっこいい。なにこれ。うわわわわわ、すごいすごいすごい。は？は？ちょっとこの衝撃的な絶景は次の動画。そうっすね。本日もご視聴ありがとうございました。